ドラジャ・ミハイロビッチドラジャ・ミハイロビッチは、ユーゴスラビア王国の軍人。武装抵抗組織、チェトニックの指導者。セルビア人。孫のボイスラフ・ミハイロビッチは、政治家で、元ベオグラード市長。セルビア南西部のイバニツァ出身、幼児に両親と死別し、ベオグラードのおじの下で育つ。1910年に、セルビア王国陸軍に入隊し、 第一次、第二次バルカン戦争に従軍。第一次世界大戦では、オーストリア・ハンガリー帝国に、セルビア全土を占領されながらも、アルバニアへ逃れて、抵抗活動を継続、注意として、終戦を迎え故国に戻った。その後新たに成立したユーゴスラビア王国陸軍の将校となり、フランスに、軍令で留学したり、チェコスロバキアでブルガリアとの、 外交交渉に当たるなどの経験を積んだ。1941年にナチスドイツがユーゴスラビアに侵攻すると、山中に逃れ王国軍の残党やセルビア民族主義者を結集し、チェトニックを結成。その指導者として、数軸国の軍隊やクロアチアを拠点としていたウスタシャとも戦ったが、同時にヨシップ・ブロズチトを率いる。 パルチザン部隊とも王国に反逆する反乱部隊として互いに抗争することになる。またウスタ社の支持者と見られていたクロアチア人やボシュニャク人など非セルビア人に対する虐殺にも手を染めた。チェトニックは王国亡命政府と連合国の支援を受けていたが、1943年以降はスー国やセルビア旧国政府との協力に転じパルチザン総統を指揮。 翌1944年にソビエト連邦軍が東欧へ進行すると戦況はパルチザン側に有利となり、また連合王国や亡命政府の支援もパルチザン側に切り替わるなどチェトニックをめぐる状況は悪化。1945年5月8日にチェトニックが崩壊すると息子や部下と共に逃避業を続けるものの翌年に逮捕され、 地頭政府によって、旧国政府の幹部ともども裁判にかけられた。彼に対しては連合国から除名を嘆願されたものの、地頭は応じず7月17日に銃殺刑が執行された。アメリカは、チェトニックの諜報活動を評価して1948年に、ミハイロビッチにレジオン・オブ・メリットを授与していたが、地頭のユーゴスラビアに配慮して、秘密とされ、 2005年になってようやく娘に授与された。孫のボイスラフの請願を受け、2015年にセルビア高等裁判所は、地頭政権による判決を発揮し、ミハイロビッチの名誉を回復した。しかし、クロアチアなど周辺諸国では今なお、戦争犯罪者として憎悪されており、この名誉回復は、非難を呼んだ。ありがとうございます。